こんにちは、桃井香織です。私の一日の食生活を、お話ししましょう。特別ですよ。5時ぐらいに起きてゆっくりお茶して、それからなぜか分かんないけど朝はサラダとあってもポトフみたいな、炭水化物をあんまり食べないって感じの朝食ですね。うちはインスタ見て、ジムも閉まってしまうから体のことがすごく心配になって、屋上をジムにして野菜中心になっちゃったんですよ。あの炭水化物が好きでしょうがない桃井が。だから朝はサラダ、本当にサラダだから、あのナッツを入れたりフローズンのものを入れたり感じですね。5時に起きても6時、7時に起きても、まあ10時ぐらいに、まあお茶してる間に時間が経っていろんな話して、ランチもブランチもしてないですね。それで5時ですね。あとはケータリングはどこも素晴らしいよ。ケータリングはもう根付いてるからやっぱり素晴らしいですよね。最近感動したのはパブ料理がやっぱり素晴らしいわけよね。それでパブの料理ってあんまり、あのほらパブ行って食べるもんだから、あの子供だった頃にそのロンドンのお家に呼ばれて食べたっていう、そういう記憶がないわけよ。で大人になってロンドンに行くようになってパブに出入りして、やっぱりそのキドニーパイとかね、ステーキ&キドニーパイとか、シェパードパイってなんかこうミートとマッシュポテトで焼いてあるやつとか、まあフィッシュ&チップスはもちろんだけど、そういうパブ料理みたいのがなんかこう朝食、夕食じゃなくて朝食かちょっとブランチな感じで出るんですよね。それはやっぱりすごくいいなと思うけど、日本のケータリングだと一緒になっちゃうじゃないですか。なんとなく中華屋さんが来てとか、ケータリングっていうのはいろんな種類のものが、インド料理があったりするっていうのが普通に出てくるから、まあ日本のお弁当、おにぎりは美味しいけど、日本のお弁当を早く現場はやめてくれて、やっぱりケータリング、世界の美味しいケータリングが来てくれて、食事時間をちゃんと取り、そして働く時間をちゃんと10時間と定め、仕事終わってから12時間は空けてくれると、開けて次の撮影の準備に入ればいいっていう風になってくれると、まあ70になっても仕事できるかもしれないけど、絶対おいしいものと、まあ私の自炊は行ったり来たりしてたじゃないですか、してたんですね。それとか山の家もあるので山の家に行ったり、そうするとねやっぱり食べきるっていうのがすごく重要になるので、やっぱりあもう日本に帰るからって言って、あの食材捨てるっていうのをやっていくと、ものすごい嫌な人になっちゃいそうな気がしたので、絶対に残ったものはコールスローに、キャベツならコールスローにするとか、うん、そうね、ピクルス、あのなんていうの、ピクルスにするとか、そういって友達にとにかくあげて無駄にしないようにするとか、それがこだわりですかね。だからお漬物もあの全種類、セロリもすごくお漬物おいしいことに気づいたし、トマトのぬか漬けもやってみたし、ほとんどお漬物には全ての野菜をしてみましたね。で全ての野菜が漬物にはなるということは分かったって感じですかね。材料これとこれがある、これで何作れるっていうのをパッと思いつかないと、もう何かがないからあれが作れないとか言ってたら生活できないんですよね。で私たちの仕事って台本もらって現場行って、
相手役が来たり照明がこうだったりカメラの撮り方がこうだったりってその中でパッ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 って発明していかなきゃいけないので、どういう芝居するのがベストかとか、今日もそうだけどどう映ればいいのかっていうのをやっぱり発明していかないとオリジナリティがなくなっていっちゃうわけじゃん。だからそういう意味では料理も私は結構訓練だったなって思ってて、大体15分ぐらいで作って30分以内に食べてるんで、もう30分かかってご飯を作るなんてことはもうまあ下準備することはあるけどほとんどもうなくなっていて、何かな、15分でパッと出てその時にやっぱりお皿とか器とかで食べてもらいたいと、それがすごく重要、飽きないためにも、それからレストランに行けないストレスを起こさないためにも、私はイタリアンパスタの時はパスタのシェフだと思って作るし、本気をもうこれが美味しくなければこのお客さんは二度と来ないっていう、それぐらいの気持ちで作るし、中華の時もニューゴライバロケオーデーハイとか言いながら作ってるし、なんか本気ですよ。そうするとお皿もお店で食べたら出す、私がお店の人だったらこのお皿で食べるなっていうような感じですかね。本当はこういう時期だからご飯を作っている、毎日ご飯を作るってことは本当に根性入れないともう続けていけないので、だからそういうご飯作ってる人とお互いに私は今日やってるよ今日もやってるよっていうふうに支え合いたいなと思って、それでご飯作ってたんで、お互いに今日はこれ作ったよって言ったら私も作ったよとか、そういう感じで、ああ桃井さん作ってるから私もやろうやっぱりっていうふうにつながったら、コロナで一ついいことあったねっていうことになるかなと思って、それで作ってたので、同じものをなるべく作らないようにしてるから、同じお皿では少なくとも出さないようにしてるから、変だけどもう一回使ったら捨てたいぐらいですよ。もう本当にどっか頑張らないと、こんなパンデミックの世の中でなんか生活を楽しめないと思ったので、本気で生活してましたよ。あんこが好き、粒あんが好きで、あんこの缶詰はよくアイスクリームと一緒に疲れた時に、ロスの日本のスーパーで一番あんこの粒缶を買ってるのは私じゃないかっていうくらい買ってます。旦那がね、ケチャップ、マヨネーズ、ブルドックソースっていうのが嫌いなわけ。育ちの中で食べてない味なのね。私は好きなものはブルドックソース、ケチャップ、マヨネーズ、キューピーのそれもマヨネーズなわけ。だからと旦那が出かけてる時に一番に食べるのはナポリタンとか、もうソーセージいっぱい入ったピーマンと玉ねぎが入ったナポリタンでしょ。それからじゃがいものサラダ、ポテトサラダ、マヨネーズぎゅうぎゅう入れて、からしぎゅうぎゅう入れたやつとか、いけない順にやるんですよ。で焼きそばもなんかこう屋台で青のりいっぱいかかって紅生姜でおかめソースかブルドックソースか分かんないけど濃いやつ、そんなにソース入れちゃうお姉さんさって言われそうなぐらいの、ああいう焼きそばとか食べられない順に食べますよ。だからいない時はガンガン飲みます。お酒はビールをまず飲んで、寂しくなると日本酒の熱燗飲んだりしてたんだけど、最近すごく美味しい梅干しをもらって、お土産にロスでもらって焼酎もらったので、焼酎飲まないからって断ったんだけど、あんまりにも長い間こもってたもんだから焼酎もやってみようと思って、お湯割りっていうのを梅干し入れて試したらハマっちゃって、それで反対にシャンパンとかそっちが
シャンパンがあんまり体に合わなくなって、夜はだからなるべく映画を見たいので、映画は、1日に1本は見たいので、映画を見て、もうね、全部家でジムも作っちゃったし、あのスチームサウナが壊れてたのね。でまあジム行くからいいよねなんて言ってたんだけど、こんなジムもやってないあの1年半だったから、もうまず暖炉を直そうとか、もう家中の工事やんなきゃいけないのやったんですよ。その中にスチームバスも入れて、だからスチームバス朝か夜に入って、それで一杯飲んで寝るっていう感じですかね、つまみなしで。以上が私の一日の、飯でした。